ナイトシティには危険が満ち溢れていますが、相手の話す用語の意味がわからなければ選択肢を誤ってしまうこともあるでしょう。今回の動画ではナイトシティを安全に生き抜くために覚えておいた方が良い用語を紹介していきます。ストーリー理解にも役立つかと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ナイトシティを生きていて混乱を知らない者はいないでしょう。アラサカ社はナイトシティに君臨するひときわ巨大な企業です。北米のセキュリティサービスや日本製品の流通を専門とする企業ですが、今やその企業規模は政治にまで及んでいます。そんなアラサカ社を一手に支配する人物こそサブロー・アラサカです。サブロー・アラサカは東京に生まれた起業家で、弱い158にして今なおサブロー本人が会社のトップに君臨しています。ナイトシティで安全に仕事をこなしたいならフィクサーの元を訪れよう。町のまとめ役で仲介役で代理人の彼らはあなたに適切な依頼を見繕ってくれるでしょう。ただし町で長く生きていくためには決してフィクサーを裏切らないことです。アラサカの動きを注視したいのであれば、ジャパンタワーのフィクサー若子岡田を訪ねましょう。彼女の情報網を甘く見ないことがアラサカへの近道となるでしょう。2077年はコンピューター技術が発展した世界です。そんな世界の中でもコンピュータ、プログラム、ウイルスを熟知した者たちをネットランナーと呼びます。ネットへの過剰な接続は神経への負担が高く身体への影響があります。そのためネットランナーは特別な冷却スーツを着ています。他にも体を冷やすために氷で満たしたバスタブを使うこともあります。ブレインダンスとは、何もかもがデジタルデータで代用される中、最後に人間に残されていた実体験すらも失わせたテクノロジーです。他人の記憶を追体験でき、最後の視界や会話はもちろん味や匂い、感情まで体験できてしまうのです。貧困層の間ではセレブの記憶を追体験するブレインダンス中毒が社会問題となっています。ブレインダンスの登場で不要な争いがなくなると考えたもの、社会の分断、アイデンティティクライシスを引き起こすと考えたもの、数多くの意見が上がりました。事実、暴力を体験でき自他の境界を消失させる技術は、そのどちらをももたらしたと言えます。あなたがブレインダンスの技術者であれば、他人の体験に入り込み、その知覚情報を画像、温度、音の3つの情報に分けて分析可能となります。それは追体験というよりも本人の記憶を超えたその時の空間をデータ化する技術です。ブレインダンスの自由さは、過剰な暴力を映す違法なブレインダンスをこの世界に生み出すことにつながりました。これらのブレインダンスは違法 BD、裏 BD と呼ばれ、裏市場で高値で取引されています。かつてのアメリカ合衆国は相次ぐ紛争によって分断され、企業が社会を牛耳るようになりました。その中でも再び国家として国を統一しようとして生まれたのが新アメリカ合衆国 NUSA です。NCPD は眠らない街ナイトシティを24時間365日見守る民間企業によって運営される警察機関です。社会の実権を握るのは巨大企業なので、立場は常に曖昧なのが実情です。といっても法にのっとり発砲できる執行機関なので、ギャングに対する抑止力にはなっているようです。アフターライフは名のある傭兵フィクサーが集い、商談をまとめるナイトシティを象徴するバーです。あなたが街の酸いも甘いも経験した猛者であれば、アフターライフはただのバーではなく、大金をつかむ可能性に満ちた場所になるでしょう。ナイトシティのドールハウスで最も高級かつ高い技術を持つ有名店、スキャンによって暴かれる妄想・思考が自動的にドールのチップに転送され、カスタマイズされたサービスを受けられます。外科医かつハイテク技術でサイバーウェアのお医者さんのような存在です。ナイトシティに住む人間は皆行きつけのクリニックを持っています。知らないリパーに体をいじらせるなんて危険なことはできません。ネットランナーがネットワーク、プログラムなどソフトのプロなら、テッキーはハードのプロと言えます。車の修理からサイバーウェアの取り付け、ブレインダンスの制作まで、ナイトシティの便利屋です。人間の身体に飽き飽きしてきたら、サイバーウェアを埋め込み肉体の枷から解き放たれましょう。あなたの寮の目は数百メートル先のギャングを捉えられるようになり、刃となった寮の腕で敵を一掃しましょう。サイバーサイコシスとは、サイバーウェアによる身体改造を過剰に行いすぎた者たちの末路、インプラントを過剰に組み込みすぎることで発症するリスクがある、この世界特有の病気です。
患者は人間性を失い、理性なき行動を行うようになるようです。ソロは戦闘スキルに特化した傭兵のことを意味します。物理的な強さを武器とするソロは、常に最新のサイバーウェアを取り付けなければ仕事になりません。その反面で、サイバーサイコシスの患者が最も多い職種はソロという現実もあります。アラサカ社が最も注力している実験的プロジェクトの名称です。人間の意識、人格を保存し、別の肉体への転移を可能にすることを目標としています。人の死は別れを意味するものではなく、身体の終焉のみを意味するようになるのかもしれません。その人間の意識、人格を保存できるチップこそ、ナイトシティのフィクサーが血眼に咲かすレリックです。人間の神経系に存在するデータをデジタルの記憶痕跡へと変換し、その人格を保存できるのです。アラサカ社のデータ要塞の一つ、神輿の中には魂の救済プロジェクトに加盟した人々の精神が保存されています。人間の精神をデジタルデータとして保存できるサービス、ソウルキラーの開発者にして、人類最初のデジタルゴーストです。世界最大のロックミュージシャンにして反権力の象徴、ロッカーにとっては英雄ですが、世間から見れば悪名高いテロリストのジョニー・シルバーハンドは、今はあなたの頭の中にいるようです。ゴーストとはサイバーパンク界隈で人間の魂、意識、人格を意味する言葉です。アンドロイドなどの AI にはなく、人間の脳にのみ存在すると言われていますが、であれば意識だけのジョニーは何者なのでしょうか。攻殻機動隊みたいになってきましたね。サムライはジョニー・シルバーハンドをフロントマンとして活動していたバンドです。ジョニーの死から50年の時を経た、今なおナイトシティの反骨精神の拠り所のように、街には彼の音楽が流れています。地獄の沙汰もユーロドル次第、唯一国家の体制を成しているのが今やユーロ圏だけなため、国際通貨としてユーロドルが使用されています。一般的にはエディと呼ばれており、この世界で他者と平等に話したいなら、まずはエディを手にすることです。巨大なサイバーパンク都市、ナイトシティについても知っておく必要があるでしょう。ナイトシティはエリート地区からギャングが支配する6つの地区と周辺地域で構成されています。シティセンターはナイトシティを一望できる超高層ビル群が立ち並び、巨大企業の集うエリートエリアです。安全性を強化してきたこのエリアは、ナイトシティの中で最も安全な場所となっています。ワトソン地区は強烈なネオンがまばゆいギャング街です。かつては裕福な地域でしたが、経済崩壊以降はギャングが幅を利かせる危険なエリアへ変わってしまいました。町の北には近代的な高層ビルや公園が立ち並び、南の地区には危険なスラム街が広がるのがヘイウッドです。決して安全な地区ではありませんが、野心あふれる若者にとって魅力的な町です。ウェストブルックは町の西部にはジャパンタウンが位置しており、町の東にはナイトシティを勝ち抜いた人々の広いには広いプールの豪邸が立ち並びます。シティでも最も歴史があるかつての工業地帯サントドミンゴ、メガビルディングと呼ばれる何千何万もの小さなアパートがひしめく貧民街であり、密集する地域には発電所や工場が乱立しています。ナイトシティのリゾート観光地として整備が始まったパシフィカですが、投資家に見捨てられてからというもの、その抜け殻をギャングが食い争う無法地帯となりました。ナイトシティ郊外の荒野はバッドランズと呼ばれています。極度の荒外で荒れ果てた不毛の大地ですが、多くのノーマッドが生活しており、ナイトシティで財を成したい人間にとっては千載一遇の好機を秘めた場所でもあります。ミリテクはアメリカ東部に拠点を置く武器販売企業です。日本企業、中国企業が世界の武器生産の市場占有を強める中で、世界屈指の力を持つアメリカ企業です。新合衆国政府との癒着は常にその他の大企業から批判されています。カンタオはアラサカに肩を並べる存在として巨大化する中国の武器製造メーカーです。特にスマートテクノロジーを搭載する武器製造に特化しており、今後の伸長が予想される企業です。7分で到着しなければ返金保証。トラウマチームはナイトシティの救命士の派遣サービスです。あなたの生命反応に異常があれば、すぐさまに完全武装の守護天使があなたの元に急行します。キッチュは機能性よりもルックスに重きを置いたストリートのスタイルです。インプラントは金やシルバーで派手に装飾されていることが多いです。
テクノロジーに取り残され、見た目よりも必要性を重視するエントロビズム。自らのリソースの中で必要なものを取捨選択するデザインが特徴的です。冷たくシャープでモダンなビジュアルが特徴とされるネオミリタリズム。ネオミリタリズムはエリートたちに浸透する過剰消費を否定するスタイルです。ナイトシティ界のスターが最大限自身を着飾るスタイルも中身も総取りなネオキッチュ。スターダムにのし上がった最上のエリートのみが自らを着飾るための豪華絢爛なスタイルです。日本の3人組アイドルアスクラックスの楽曲ボディヒートラジオを聴いていると、稀に流れるフューチャー風の電波ソング、衝撃で事故を起こさないようにお気をつけください。ノーマットは定住生活ではなく移動生活を基本とする人々です。彼らが最も大切にするのは自らのファミリーで、属するクランの掟を何より重要と考えています。バレンティーノズは主人公の相棒、ジャッキーも所属していたギャングです。ナイトシティ最大の一派でありラテン系地域を支配する彼らは比較的宗教色が強い集団です。ワトソンの工業地帯を縄張りにするメイルストローム、サイバーウェアによる身体改造に取り憑かれており、彼らの拠点はドイツ語で死の舞踏を意味するクラブトーテンタンツです。タイガークローズはジャパンタウンを拠点とする暴走族のような格好が特徴的なギャングです。パチンコや風俗をしのぎとする冷酷かつ残忍なジャパニーズヤクザ的なイメージのギャングです。ブードゥーボーイズはパシフィカ出身の頭脳派ギャングです。ナイトシティの根幹をなすニューラルネットワークの凍結を引き起こすウイルスの開発を行っています。アニマルズはパシフィカの西部を縄張りにするギャングです。同じくパシフィカ出身のブードゥーボーイズとは対照的に、サイバーウェアに頼らず強力なステロイドやナノ手術を用いた肉体改造に固執しています。何よりも忘れてはならないのは B、 あなた自身のことです。この目まぐるしく状況の移り変わる世界で、自分は自分であることを覚えておく必要があるでしょう。いかがでしたでしょうか。ここだけの話、ナイトシティは架空の世界です。これほどまでに細かい設定が凝縮された世界ですが、現実には存在していないのです。しかし今作が圧倒的な没入感を持つのは、まさしく世界観を強烈に重視したゲームデザインの賜物であると思います。メインストーリーをクリアした後もナイトシティにはたくさんのサブストーリーがあります。ここで紹介したナイトシティで生き抜くための基礎知識を活用して、自分だけの選択肢を切り開いてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。